ガイナーレ鳥取は右ライムグリーンのユニフォーム、一方のアウェーギラバンツ北九州は左白のユニフォームです。まずはホームガイナーレ鳥取のキックオフで始まりました2023明治安田生命 J3 リーグ第14節。しかしこの裏を狙ったボール、田中を狙ってその田中落とす、中央へ来てのシュート、よく防いだ吉丸。このプレーです。田中から後ろダイレクトで富樫が打って、ここもショートコーナーを、いやちょっと出して上げてきたボール、ファーサイド、ポストに当たったか。最後吉丸が弾いたでしょうか。コーナーキックです。このセセからのボール、ふわっと浮かせてファーサイド、これが触ってます。前は富樫、逆サイドの牛の浜、収めて後ろへ落としてシュート、まだある、いや惜しいシュートだった、よく止めた吉丸。鳥取牛の浜収めた後、後ろから重松のシュート、さらには富樫も迫っています。今白のユニフォームギラバンツ北九州の、ですから後半に入ってから両チーム合計でもまだ1本というところ。さあ抜けてきた、乗せ乗せ乗せ、右に外れました、いや乗せじゃない、失礼しました、長野が行きました。ここで奪ったのはキャプテンマークをつける長野、長野が最後振り抜いたボールは先ほどやはり23番の坂本翔に対してのイエローカードでした。さあ11番の長野からファーサイドのシュート、決めた北九州、アディショナルタイム26番はキャプテンの田田涼介、交代してきたキャプテン、サポーターに対して駆け寄ります。11番の長野から最後8番田中が外れた、そしてしっかりと叩き込んだのが26番キャプテンの田田涼介、今シーズン初ゴール。田村もう一度ここから打っていった、最後はどうだ、ユーマに当たったか。ここで試合終了のホイッスル。